危ねえ。はい。やべ、出血の速度が勝って死んじゃうじゃん、これ。え、どんどん減っていっちゃってる。それ保険とかないもんな。全部ロスしちゃう。どんどん減っていっちゃう。もう死ぬしかない。こんにちは、サムゲタンです。今回は、タルコフ系の新作、プロジェクト L33T っていうゲームやろうと思います。まあ、どんな感じのゲームか。特徴タルコフとの違いとか、あとはタルコフ系と言われるゲームいろいろやってるけど、アリーナブレイカーとロストライト、マロダズとか。はい、そこら辺との比較なんかも含めて話できたらと思います。一応正式リリースはまだまだ先で、今これアルファテストがちょうど開始したところになります。3月の29日から。で、もともとは、普通に販売のバージョン自体が4バージョンあって、上位の2バージョンを購入した人しかアルファテストに参加できないっていう話でした。なんだけど、なんかスチーム側でも、なんかランダムで選出なのかわかんないんだけど、アクセス権のリクエストをすることによってプレイできる可能性がある的な書き方だったので、事前にやっておいたところをプレイできるようになった感じです。ベータテストは多分購入した全ユーザー対象で、上半期開催してたのかな。で、その後にまだロードマップ控えていて、正式リリースはまだだいぶ先なのかなっていう。あ、やべやべ。認証です。スタート地点、まあ、エントランスロビーみたいなところはこんな感じになってます。で、こういうふうに触って、アクセスして買い物したりとかもできるんだけど、この自分のメニューで見られるここの中に収まってるって思ってもらって間違いないと思います。メールボックス。全部収まってるわけじゃないのかな。トレーダーとかここからもアクセスして買い物はここにできるので。で、もう一人トレーダーいるので、これアンロックすると、なんだろうね、もうちょっと、なんかそれぞれ各トレーダーで特徴があるのかまで把握してないけど、一応右側にこれもロックされてるので、バザーってあります。これは多分、バザーって響くからして、マーケット機能ってことかなと思うんだけど、どうだろう、ちょっとわかんないけど、まあ直接行かないとないものもあるか。こっちとかあそこの人とかは、タルコフでいう、ツカブのレードの出撃はあそこから行きます。ロストライトでいうマローダー。レード中もマップは見られるので、このあたりは、タルコフとか、あとは、マローダーズ。マローダーズに関しては一切マップの存在がないので、ゲーム内のアイテムとしても存在しなかったので、変わってなければ。そこに比べると圧倒的に楽かと思います。あとは、さらに一番右側に、ウィキっていうタブあってカミングスーンってなってます。ウィキに関しては、まあ、ある種ヘルプ的な感じなのかな。見た目のカスタマイズになります。ちょっと全く今回いじってなかったんだけど、今軽く触ってみると。はい、今回の髪型も、まあ、ちょっと、なんでいじってんのかな。何もいじってなかったので、ヒゲも軽っぽいです。結構ガラッと印象が変わるので、はい、あとはタトゥーとかな、これはロックされているのでアンロックしないとダメっぽいけど、アンロックってことですんだろうね。ちょっと今のところ課金とかってこともなさそうな気するけど、なんだろう。はい、あとはまあ服に関しても帽子とか普通にシャツパンツブースとか、はい、こんな感じで見たらギアとかもあれっぽい、そんな感じで、まあざっと見た限りタルコフほどはいじれないんじゃないかなとは思います。ちょっと言葉がわからないけど、なんていうの、例えばこの周辺につけるパーツに関しては普通にこんな感じであるのでいじれそうなんだけど、なんかタルコフとかだとなんかさらになんかここら辺に細かいものいろいろ組み合わせてやったりすると思うけど、全然本当にウィキ見ないとわかんないレベルで、そういう複雑さはなさそうな気はします。で、あとはここでちょっと画面出せないんだけど、レード中にもなんかね、デフォルトだとタブを押した時になんかこういう、これとはちょっと見た目違うかもしれないけど、なんかカスタム画面が出てきます。あとは、レード内の特定の場所に行くと、ワークベンチが置いてあって、試したことはないんだけど、一応触れるようになってるんで、そこでもカスタムできるのかなっていう印象です。はい、まぁ、ちょっと細かいところは抜きとして、とりあえず、ちょっと早速レード行こうと思います。ここ見ると、ある程度連想できるところもあるかと思うので、タルコフとの違い、タルコフと似たような場所。はい、順次説明しながらやろうと思うので。実際の画面見せながらできればいいかもしれないけど、ちょっと先にざっくり気づいたところ、一応回復は本家よりもハードな側面もあります。そして戦闘自体はマタルコフとかに比べるとライトなような印象です。軽出血、重出血の概念あります。そして骨折もあります。でタルコフにはないものとして、他のゲームでもないけど、火傷っていう概念もあります。アイテムを使ってから一定時間回復までにかかります。回復というよりは完治するまでかな。例えば骨折してある時特定のアイテム使ったら、使った後に2分間骨折が完全完治はしない。で、別のアイテム使った時は9分かかったというケースもあって、これはアイテム、使うアイテムによって回復、まあ、完治するまでの時間のかかり方が変わるのかなっていう印象でした。まだ細かいところわかんないので間違っているところもあるかもしれないです。であとは、このゲームの特徴としては残弾数の表示あります。これはオンオフができて消すこともできるんだけど、基本的にみんな残りの弾数は確率に把握できるって形になるので、まあ、今画面の右下見てもらうと、50と350。で、タルコフ、タルコフ、アリブレにはある、マガジンと弾薬、弾込めの概念っていうのは、このゲームにはないです。
なのでこのあたりは戦闘においてだいぶカジュアルライトな印象を受ける気がします。まあ、ロストライト寄りというか。で普通にリンもできます。リンがホールドしかなく切り替えとの選択、切り替えとの設定の切り替えができないので、ちょっと個人的にはホールドしながらは厳しいのでまともに使えない状態なんだけど、一応リン自体は存在してます。あとはこれ疑問なんだけど、もしかしたら操作確認してあるかもしれないけど、タリコフでいうマウスホイール長押しだっけかの時にこう銃前に向けたまま顔だけ左右に向けるみたいな、その操作がどうやるかわからない、できないってことなのかもちょっとまだ判断ついてないんだけど、これは PC 依存なのかな。であとはタルコフアリブレ的な特徴としては結晶アンパンもあります。ロストライトもいつからか結晶アンパンは加わったんだっけか、もうだいぶ前の話だろうけど、もともと下手だからってもあるんだけど、それ以上にラグくて、あ、これ今見てもらって分かる通りだいぶ緩い感じです。これはアルファテスト開始直後だから、なんか NPC のレベル低く設定してあるってことなのか、それとももうこういう仕様なのか、敵の難易度的な仕様なのかちょっと判断つかないけど、タルコフとかだとこうはいかないと思うので、まあ、ロストライトもしばらくやってないけど、ロストライトがな、過去にやったこのタルコフ系だとロストライトが一時期めちゃくちゃ NPC 強くて、その時が一番敵としては強かった気がします。タルコフとかよりもタルコフもここ何シーズンかやっててめちゃくちゃ強くなってた時期とかもあると思うけど、あれよりも多分ロストライトの NPC は強かった気が、だからまあそういうの全部含めて考えても、まあ、時期によって強さ違ったりあるかもしれないけど、まあ、今この感じを見てもらって分かる通り、こんだけまともに打てないような状況でもやられることがないので、あとは一応そうだ、もっと基本的なところで左下に HP とスタミナゲージ出ています。でアーマーと、一番右なんだろうね、白いのちょっと分かんないけど、でこれアーマーにフロントとバックアーマープレートつけられるようになってます。これは回復できるのかな？回復できるかちょっとわかんないけど。あとはそうだ。一番のというか、めっちゃ目立つこの違い、タルコフとかリブレットの違いは、レティクルが出てます。こう中心の状態でも。これは大きな違いだと思うんで。あれ？アリブレも出てたっけ？アリブレはスマホだしね。レティクル出ないタイプとしては、まあ、マローダーズもそうか、タルコフと。宇宙海賊版タルコフ、マローダーズもレティクルは出なくて、やっぱレティクルが出ないと一気にタルコフ感と増す気がするので、危ねえ、こんな無理やり近づいててもやられないわけだもんね。なんか状態異常の時は画面左下の HP ゲージの上にアイコン出ます。あとはここにヘルス画面タルコフとかみたいにあるので、なんか異常がある時はこっち側に表示されます。あとはもう上から順番にここ HP とスタミナ、これは腹の満腹度、腹減り、エネルギーと水分、一番下は重量になります。ん？どこにいるんだろう、開いてる。ちょっと漁ってみよう。これなんか手術キットっぽく見えるけど、手術絵師の概念があるのかな。今んとこ一応 4,5 時間ぐらいやったけど、ここにもタルコフアリブレみたいに体の形がないとアイコンでパッとわかんないと絵師も何もっていう感じになっちゃうよなと思いつつ、ただ見た目が手術キットっぽいのがあるので、あれが何の役割を果たしているのか、説明をちゃんと英語翻訳してみればわかるんだろうけど、あ、今のこれちょっとわかったかな。明るい場所から暗い場所入ります。入った時一気に暗くなる瞬間っていうのがあって、一瞬暗くなってるの分かるかな。この明るさではないのは分かると思うんだけど、今しばらく時間だったらこの明るさになりました。でも入る時は、まあ、中暗いし、入った瞬間もここに暗くてじわっと明るくなる、これのことをさっき言いたかったんだけど、これだと伝わりづらいかもしれないけど、
もっと暗い場所入った時とか、なんかどっちに向かっていいのか全く分かんない瞬間とかあったりして、少し慣れが必要な気がします。であと弾に関しては、なんか弾の種類もあるみたいだけど、弾の種類はあるか。貫通度どうこうまでちょっと把握してないです。分かんないです。打った感じの印象とかでも把握できてないです。けどまあ、どっちにしても弾込めの概念がないとかっていうところも含めて、どうなんだろう。ああ、怖っ。タルコフはリブリに比べたらそんな弾薬の種類を気にするようなこともないのかなと思うけど、どうだろう。でもあれか。そんなことやったら、ロストライトだって弾込めとかないけど、弾薬の種類はあるか。重要か。ごめんなさい。じゃあ重要かもしれないです。めっちゃ倒れてるな。なんかでもまあこの感じを見ると、なんつうか感じというか、この感覚的なのを見ると、あのアリブレの開始した直後、 NPC がめっちゃ弱い時みたいな、最初の方って弱かったと思うけど、なんかその感じを受けるかな。やってる人ならわかるかもしれない。なんかバタバタ倒しまくってるし、うまくなくても倒せるみたいな。プレイヤーに当たっちゃうともちろんこうはいかないと思うので。残り時間も今右上出てないんだけど、あ、押さないと出ないんだ。デフォだと L を押すと残り時間出るみたいです。残り32分ぐらい。あ、やばい。そうで、このゲーム一応近未来設定かなんかのはずなので、だからってことだと思うんだけど、なんかね、変な謎のやつがいるんだよ。あれ、攻撃してくるんだよ。あれは、スカブで行動してるときにも、スカブでも攻撃されたので、エレメンツ的な何かのような気がするから、倒すも何も。あのビリビリも、これも何なんだろう。ああああラグイめっちゃ。まあ、ちょっと戦闘に関して、こっちは分かりづらい部分。バックかもしんないけど、まあ雰囲気とかも含めて何かの参考になればっていうところで、うん、やっぱ戦闘に関して結構ゆるいよね、本当に。 NPC が弱い。やべえやべえやべえって言いながらやられそうだけど、あ、でも他のゲームならもうとっくに死んでるもん。やべえ、回復がない。これも回復か。 OK。さっきまで持ってた回復でかいやつはスロットに入んないのかな。これはさっき開いてここでまた待機したけど、スロット入れたので6番長押しで使えます。もうスロット入ってるのは押しただけじゃなくて長押ししなきゃいけないっていうのはちょっとポイントというか、そこはちょっと難易度が高いって言い方になるかわかんないけど、誰かみたいに押して待ってればいいだけではないので、まあダッシュしながらでも長押ししてれば回復はしてくれるので、こういう最中も。やべえ、もう回復使い切っちゃった。この中、あ、ここここ、こことか入ると、今一気に暗かった。なんかで、しかも、こんだけ撃たれてるのに、特に、その出血とか骨折なりっていうのが、アイコン表示されず、何も起きていないので、このあたりもちょっとよくわかんないな。まあ、骨折は落下とかした時は確実に骨折するけど、足撃たれて骨折がないのかな？ちょっとそこら辺もよくまだわかんないです。出血も、まあ、今見てもらったら分かるとおり、こんだけ撃たれてても出血ってしないんだよね。あ、やべえ、ドクドク撃ってる。珍しく上がってきたね。死にかけてるか咳してるわけだよね。これは回復じゃなく食べ物だもんな。これはやけどでしょ。そう、タルコフとかアリブレとか他のゲームにないもので、やけど？バーンってやけどでいいのかな。で、やけど直しのアイテム。これがそうなんだけど。あ？人いない？あ！え？どうやって死んだの？え、グレーで死んだ俺。自爆した？銃で撃たれたの？あれ死んじゃった。で、今、これは諦めるみたいな画面なのかな。これが多分パーティーでチーム組んでれば起こしてもらえるってことじゃないかと思います。まあ今無理なので、もう F を押して諦めちゃいます。で、ちょっとわかりづらいところあると思うけど、一応、
まあなんかレイド行って帰ってきてみたいな流れはこんな感じになります。まあ脱出を見せてないもんね。離脱地点のところに行ってカウントダウン待つっていう感じなんだけど、まあ各タルコフ系どれもそんな感じだと思うけど、これがめっちゃ長くて待ち時間30秒ぐらいあります。めっちゃきついんだよな。めっちゃきついですか？まだ出待ちされたとかそんなこともないし、プレイヤーにもほぼほぼあんま当たったことないで。1、2回当たったことあるけど。出るときに NPC に攻撃されたみたいなのもそんなにないので、30秒すると問題はないんだけど、まあいずれ普通にプレイヤーとか増えてったら出待ちとかもあるだろうし、たまたま出くわしちゃうとかも含めるとちょっと怖いかなっていう感じです。はい。で、今、さっき説明したみたいに、ここから、スカブ、いけるので。まあ、タルコフで言うスカブ。ロストライトで言うマローダー。だ、わかんない人用に言うと、その、死んだ時にアイテム全ロストしてしまうので、さっきちょっとバッグの中開かなかったけど、さっきやった結果死んでしまったので、持ってたアイテムは全部失ってます。で、その救済措置的に、この NPC の側、まあ、スカブ、マローダー。このゲームだとマローダーって名称なんだけど、っていうことによって初期でランダムで装備を持っていて、なおかつさっき言ったみたいに NPC と敵対してるやつもいる。そう、敵対してるやつもいます。いきなり説明と違う感じになっちゃったけど。基本は敵対してない。ただ、なんか派閥があるのか、なんだかわかんないけど、今みたいに撃たれちゃうこともあるんだけど、まあどっちにしても普通のプレイヤーとしていくよりも、この攻撃される率が低いので、まあ、暗い。その分漁りやすいっていう。で、特に自分で用意した装備とかでもないので、ランダム配布のものなので、これ。失った時のリスクもないし、メンタル的にも、まああんまダメージがないっていうところで、まあタルコフとか考えても、初期でランダムで装備したものがめっちゃいい武器の時もかもあったりするので、このゲームはまだわかんないけど。ただもうそのまま、もうリラスに直行するだけでも、撃ったり、もしくは自分でその装備使うでも、もうプラスになるっていう。こういう救済措置的なのがあるので、これそうムーンシャインあるんだよな。タルコフやってる人分かると思うけど、ただ売っても2ドルぐらいにしかならないっていう。タルコフだとムーンシャーいくらしたっけ、20万とか30万とかするっけ。そうこんな感じで敵対してないので、でまだ倒したことないか分かんないね、どうなるか。普通タルコフとか、まあ、他のゲームでもこの、まあ、仲間に当たる存在なので、倒したら周りにいる敵が敵対して俺のことを攻撃してくるようになります。タルコフとかはもっと厳しくて、倒しちゃうとカルマチっていうのがあって、なんだろうな。あの、なんか不利な方にな、動いてしまう。自分の状態が。なんて言うんだろう、いいものが出づらくなったりとか、だっけ。そうだ、そういう概念があるのかはちょっとわかんないです。出る時の感情さみたいので、出口はアリブレが赤いあれだっけ、ああいうフレアだったっけか、ロスラや緑だったっけか、ちょっと覚えてないけど、ロスラ黄色だっけ、まあ、とりあえずこのこれが書かれてる場所が離脱地点になっているので、マップで確認した上で近づけば、まあ目印で、でその半径どのぐらいか分かんないけど、入ると30秒カウントダウン、まあ途中でも入ったけど30秒めちゃくちゃ長いので、まあ今安心して出られるがいいけど、普通にちょっと追われながら逃げてる最中とかだと結構ドキドキしながら待たなきゃいけない感じになるかと思います。最後出る間際にちょっと撃ってみようかな。撃ってみよう。なんか倒した時にカルマチ的な何かがあるのかとかが分かんないので、敵対はするね、普通に当たり前だけど。 OK 出られました。なんかリザルトの画面とかでそこら辺の表記があるのか。あれ、スカブの場合、マローダーの場合、何もなくて入っちゃうんだっけな。何もリザルトとかもないかな。普通タルコフにしろ、ロスラにしろ、リブレにしろ、アイテムの回収画面出ると思います。スタッシュにしまわないと、なんか取り忘れるとなくなってしまうみたいな。なんかその画面がこのゲームないです。で、どうなるかというと、ここのメールボックスに、さっきのレイドで手に入れたものが送られてくる感じになってます。はい、ということで、なんか、明確な形で説明できなくて申し訳ないけど、まあ、4月1日までだったと思うのでテストが、またタイミングがあれば試してみようとは思います。まあ、こんな感じで新しいゲーム、PC とモバイルの両方のゲームを新作中心にほぼ毎日何かしら情報発信したり、まあ、Twitter と YouTube で主にやってる感じなので、で、ライブ配信は TikTok、YouTube、Twitch、ここら辺でやったりもしているので、
はい、ということでよかったら他のゲームに関しても、まあ、YouTube のチャンネルトップとか行ってもらうといろいろゲーム並んでいるので、まあ、最新の情報をチェックして見てもらえたらと思います。はい、ということで今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。